裏技をちょっと、ね、裏技を披露してくれほんま企業秘密の、うん、企業秘密やねんけど、あんまり知ってる人いない。あ、そうなんすか、うん、これでやっといて、これでさっきは2回行ったけど、はい、3、4、5回ぐらい、これはちょっと硬い。あらららら、一発で切れちゃいましたね、うん、これなんでこんなことするかっていうと、はい、これ見たらわかると思うんだけど、ここがちょっとこうなってるやん。あ、こっちもこれ切ったとこね、うん、でこれもちょっとすぼんでる、わざとこうすぼむように今切ったわけ、ほうほうほう。でこれをロウ付け使わないで、こういうのを使って、あ、ロウ付けしないでする工法がオッツォン君ですね、うん、お高いのこれかな、高そうっすね、うん、でこいつをこうスポット入れんねんけど、はい、一人で入らないいう人多い、はあ、もうちょっとこう力が入る、こういうとこあったら入んねんけども、あ、まあね、ちょっと高いところでこうなったらもうなかなか入れんと、あ、環境がね、こう、うん、それ用に今こうやった、ちょっとすぼまり、あ、一人でも入れる、これだったらもうスポンと、もうちょっとやりのことでスポーンと、はあ、うん、それはでも影響しないですか、その影響しない、うん、実際にこの中のパッキンが当たるのは1センチぐらいのとこと2センチぐらいのここに当たる、ああなるほどね、はあ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 、へえ、パッキン1枚でも止まるらしいけど、はい、2枚にしたらしい、はあ、これ使って配管したことあるんですか、うん、これが一番多い、日なしの場合は。もうこれの一人勝ち、オッゾン君の一人勝ち。一人勝ち。うん。そうか。じゃあそれをさっきのその5回回さずに、普通に1回とか2回ずつでこう、うん、すると逆にちょびっと出る。ちょびっと出るんですか。うん、はあ。この銅管買ったらまだマシなんよ。あの真ん中にローラーがおるから。うん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 、こう。切ったこのラインの、はい、ラインのここにローラーがいるから、はあ、はあ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 、ああ、うん、それがこうはみ出るのを抑えてくれる、うん、ちょっとはな、うん、ちょっと触って、ちょっと膨れてるやろ、お、膨れてますね、うん、これ上手にそろっと切っていくと出てくる、へー、なんか要はミミズ割れみたいなこう感じなんですかね、うん、こっちがまだへこんでないから、行く場所ないから出なしゃあないよね、ここ隙間空いてる、ああ出てこんと行き場がないから、この隙間の溝が空いた分の材料の行き場が、はい、まあ溶接するとか、そのこういうオッゾン君みたいなこう継ぎ手を、どの継ぎ手を使うかで切り方を変えるってことですか、うんうん、まあ、あんまり細いのでさっきみたいにするとすぼみすぎるからそれちょっと加減するんだけどオッゾン君するときは細めのやつでも比較的も強くする、あ、それの方が確実に中まで入るし、ああ、ほんまや、ほら、え、全然違う、こっから大変やで、こっから行くんが、うわ、これはすごいっすね、うん、このゴムもちょびっと潰れることによってここ密着するから、おー、これでこれゴムに引っかかるもんな、実際帰りが、はあ、でそれを潰し持ってガッと
すごいな。なかなか。こんなん知らないんじゃないですか、みんな。知らん知らん。これは。オッゾン君入れんやろ、言うね。この38のサイズ。はい。今教えたるわ。教えたんね、知り合いには。プロ向けの、あれですね、うん、テクニックですね。マルヒ、マルヒやねんけど。マルヒか。公開してもらったな。いや、ありがとうございました。